はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジシャドウズオブローズ続きをやっていきます。で、一応大丈夫、最終目的はこれを手に入れること。あれ、どうやって構えるんだ。あ、撃っちゃった弾が、貴重な弾が。で、まあ、どうせこれ仮面みたいなのをはめろってことだよね。人たちに金銀銅の仮面が戻ったとき光が解放される。仮面なんて一体どこにあるの。まあ、探しに行こう。あれ、これ奥行けるのか、行ってみよう。で、敵が出たときにどうすっかだよね。あ、なんか変なのがある。鍵か。真実を見る3つの目を捧げよう。あれ、これショットガンじゃね、置いてあんの。欲しい。ちょっともう地図見ながら。あ、そっか、まだ取ってないアイテムがあるから、ショットガンのことかな。これどこへ繋がってんだ。待って、ちょっと怖いぞ。だいぶ怖いぞ。引き出しは開けられない。まあ、基本ドミトレスク城の、いる構造とはいえ、さあどうする。ナイフがないからね。ナイフがあれば変な話もチク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 できるんだけど、これこっちに行く価値があるかどうか。なんか置いてある。チェーンカッター、よし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 。向こうが火星城、これやばくね。あーっと、やられた時に、うおうおうおお、吸い取られる。え、一発で死亡とかないよね。いや、これ無理だな。あ、しゃがんだ。しゃがみ撃ちはできるんだ。それは結構いいな。一発無駄にしたけど、もうここに来ることはないだろう。あら、あれ、なんかこんなとこにハンドガンがある。あれ、なんか光がある。収束してる。こっちだ。は、これ渡す。なんでマイケルは守ってくれないの。敵相手できない。戦えるのは私一人ってことね。ハンドガンの弾、ありがたい。ちょっとやっぱりハンドガンの弾重要だからな、なるべく見逃さないように。アイテムは、え、じゃあこっちか、とりあえず。あ、ここがチェーンカッターが結局必要なのね。はいはいはい。今体力が赤くなってたね。やっぱり一発食らってるからか。ゲー、これ何なんだマジで。弾打ち込んでもどうにもなんないけど。これって仮面取れない。核壊せ。核、これか。この気味の悪い塊のこと、どうやって壊せばいいの。力使う。力を捨てるためにここに来たのに。それしかない。そう、わかった。でもそれってどうすればいいの。力高めるもの必要。何のこと。扉の先を目指す。力を高める、なんかの増幅器かな。上とか、あれでもなんかカゴあるね。なんかアイテムとか入ってんのかな。ここ敵が出るかどうかだよな。今は出ないけど、なんか帰ってきたら出そう。うん、また目玉3つか。鍵がかかってる。俺そういえばさ、あ、薬液が1個あるか。1個だけしかないのか。むしろガンパウダー。ここドミトレスクがうろついてたとこだよね。いや、こいつは倒れてんな。
アイテム、お、薬液ゲット。ハーブと薬液、ガンパウダーと薬液組み合わせると使えるようになる。あれ、薬液回復薬か。これ自体はカーテンの向こうとか行ける？いや、やべえな。ちょっと待って、地図。書庫か。こっちも行けるっちゃ行けるのかな。あ、なんか鍵かかってそうだな。一周回ってきてか。さすがに構造とか忘れてるし、多分同じ構造じゃないよね、マップは。いろんな箇所がいびつにつらく、マジかよ。どうする？とりあえず逃げよう。ガンパウ、どこだ、どこがどうなってる。うわ、待って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 、今俺どこにいる。あ、これいけねえよ。こっちいけない、こっちいけない、こっちいけない。待って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 、うわー、やばいやばい、これやばい。かなりデンジャーと、一応ガチャガチャしてるけど、これは使った方が良さそうだな。さすがにもう、一回撤退するか。それか倒せるか。うん、あいつどこ行った。ここはもう行けないから、いた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 、一体だけか。弾がね、少なすぎるんだよね、やっぱり。で、こうで、あっちにもいるけど、おお、びっくりした。で、こっちで、薬液。ハーブなんて持ってたかな。あ、扉閉まったから、多分あそこまでは追っかけてこないか。で、ここもぐちゃぐちゃしてるから、これは特に関係ない。いや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 、待って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 、通れないじゃない。向こう側に行く方法はないの。普通にこうやって行こう、ね、これを倒す、で乗ります。おお、敵出てくる。なんかこう、たださ、ボコボコしてるのかさ、敵が出てくるのかがさ、ちょっと分かんないんだよね。なんだここ。で、こっちには多分いけないよね。そのまま上、ん、なんか中間地点が見えたけど、マネキンか。もうね、音に敏感だから、これあっちはいけないよね。何個あるんだっけ。19発か。なんか1人2人倒せる、2人倒せるかどうかだな、この段数だと。ん、どこだ、こっちか。なんかある。おおおおお、目的地。ちょっと待ってね、先にこれ取っとこう。ハーブで、特異菌同士が更新に使っている化学物質オートインデューサーを強い干渉で遮断すると、特異菌の動きは極端に鈍くなる。例えば特異菌の塊である菌核に対して化学物質をの遮断を一定時間行うと、組織がボロボロと自壊していくのが確認できた。核菌は特異菌が新たな場合進出しようとする際、その足がかりとして形成される。強い干渉を受けるなどして菌核が危機にさらされた場合、その菌核の根付いた黒領域も自壊していく。特異菌がその場を生成に不適合と判断するため。よくわかんねえ、何言ってんの。お、薬液薬液、ちゃんと見よう。ディス。それで一体これをどうすればいいの。集中。集中？やってみる。
んだか血が今までと核に使う試す。わかった、とにかくやってみる。あ、タイプライターがある。ちょっとセーブしよう。で、あとここにはないアイテムね。核を使う。どうやって？核狙えか。は？どうやって狙うの？ちょっと待って、何ボタン？これだって構えるでしょ？これ撃っちゃうでしょ？あ、こうか。おお、なんか、ハンドガン！やった！これでじゃあ、これで破壊できるようになったら、だいぶ進めるところは多くなりそうだけどね。あとこれ何、永久に使えるのかな。ちょっとこっち側行こう。ガンパウ、よしよしよし。ガンパウダーでも組み合わせればそれなりの段数にはなりそうだな。大丈夫これ使ってて。なんかダークソウルみたいにシャーって飛び降りたいんだけど。下見えるこれ。あ、ここまでしか画面がいかない。で、戻るってことはまた奴らがいるんだよな。倒してないからね。え、回り道はダメか。掃除ね。これ掃除しないと。ちなみに R1 ボタンでこれができる。いける？これアトリエアイテムはないな。では、はっはっはっ、ちょっと待って待って待って、マジかよ。なに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 、そういうことか。こいつを聞かないのかな。ちょ、ダメだ、逃げろ。よし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 。大丈夫だよ、倒さなくても。待合室アイテムあんな。うん、待って、これ破壊できるんじゃない？間違えた。ちょ、怖い。やつが来るか。扉の向こうまでは来ないか。おお、なんだ、良さげなもんじゃん。あ、ロングマガジンじゃん。これ、あ、そうだよね、組み合わせだよね。あ、でね、これはね、知ってるっていうか、バイオハザード恒例なんだけど、組み合わせると段数回復するから。ん？来てる？結構どんどん行ってんな。あれどっちだ？あ、来てるわ。こっち行ける？どっちから来たっけ俺。いや、待って、でしょこう。ここも破壊できるあれがありそうだな。いや、めんどくせえな。ちょっと待って、後ろのやつやっぱ排除しとくべきか。いや、やるしかない。いや、いける。一回抱きつき行動させれば。なんか核とか破壊してえな。やる、これはもう行く。よし、OK。てか、これをやんなきゃもしかしたらいけないっていう。いや、2発食らったらもう結構危険水域に入るかんな。いや、これは行くしかない。逃げろ。どうする、破壊できるのあるか気になる。あれ、俺どっから来た？下行けってこと？あ、そっか、これ向こう側から。ちょっと待って、なんかいいね。何？もういいや。あ、届かない、遠い。あ、そっか、これになんないと反応しないのか。ガンパウダー、よしよしよし、いいじゃないの。
で、核はどれだ、うん、オッケーオッケーオッケー。まあちょっと手に入れちゃったけどね。うん、なんもない。やっと取れたわ。敵とかで、なんかハーブ、お、いいじゃんいいじゃん。これアイテムになるな。あ、ちょっとハンドガンの弾やっちゃったな。使い切ろう。ここで休め。ここ休憩スペースだな。浮かない顔。当然だよ、こんなことになるなんて。なぜ帰らない。それは帰らないに決まってるでしょ。結晶が必要なの。これ使え。ありがとう。うん、まあまあまあ、ありがたいな。ちょっとなんかしょぼって感じはするけど。で、あと仮面2つか。あ、そっか。でこの力を手に入れたから、そうだね、いけるところが増えてるね。ちょっと待って、どこがどうなってんだ。セーブポイント、あれ、これあっち行くとただのサブホール出るだけ。え、こんな侵食されてたっけ。ここデュークがいた部屋だよね。癒しポイントになってたけど、あのデュークみたいなやつ何なんだろう。でもデュークじゃないんだよな。デュークも人ならざるものだったからね。デュークはいいやつ。あれ、え、なに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 、あ、簡単、鍵がかかってんのか。これハーブ、ここはない。何も覚えていない。私が何者だったのか、どのように生きてきたのか何もわからない。この仮面の下の顔が崩れているように、私の記憶も崩れ去ったというのか、ただ残るのは誰かをいたぶり、むごたらしい姿を見たいという乾きにも近い感情だけ。さて次はどうするか。そろそろとっておきのやつを向かわせてもいい。顔がたくさんあっても知能のないあいつのことだ。容赦なくウサギを追い詰めるだろう。え、やっぱりデュークなのかな。デュークの記憶が崩れ去ってああなってしまった。結局運命に翻弄されている。あれ、こっちか。いや、なんかこれいける？いけそうな感じじゃないこれ。あ、向こう側いけないか。あー、こっちじゃないな。どこだ？なんかある？これなんか見渡さないと核があるのかどうかがわかんないからな。こっちではない。あ、こことか。でもなんかやったけど、どうかなる。これ下になんか起こってこないかな。あれ、あとどっちだ。応接室、あ、そうだよね、こっちか。ちょっと今上のところやったから上を確認しよう。いや、特に、あ、もしかしてあれがあったから上行けなかったとか。キー、あ、それだって見れなかった。どれだ、手書きの地図。2階。あー、なるほど、そういうことね。マジかよ。どうする。ここは結構広いから排除しとくか。キュッてなった方がこれ多分いいんだよね。ちょっと待って、危険危険危険、照準が定まらん。
ね。見えね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 。あ、倒した。じゃあこれこっち行けんの？行ける。薬液、なんか絵があんな。宝箱あんな。狩る者は一列に並び、獲物を正面に見据える。これ何？狼？はあはあはあ。え、羊？カエル？ない。雲？ちょっとなんか見つけないと無理だね。ナイフとかでこれ壊せないよね。てかナイフマジで欲しい。ナイフの重要性。ハンドガンの弾、まあまあまあなってきたな。どっちかっていうと体力の方が危険だ。2発食らうともう瀕死になるから。あ、でもまだオレンジ。あ、そっか、1発しか食らってないからか。こいつ至る所にいるな。あ、なんだ、どっかに核がある。あるね。何か得体の知れない力をお持ちのようですが。いや、やばいやつ出てきた。いや、やばい。待って。おお。こっち。で。お、ありがたい。全然、何にも探索できなかったけど。化け物に追われてここに逃げてきた。どこなの？一つ目の鍵はこの部屋の近くにあるはずなのに。ここ行けんじゃね？開けてくれた。薬液で上に登って、おう、案内してくれ。こっちだ。お、あれ、またフラスコがあるよ。2、一つだけじゃないんだ。力が強まった。なんか変な枝に実が3つ。ガンパウダー、ハンドガン、待って、敵使え。私の力。お、やった。これ何、これ動きを止めるって感じ。今のうち逃げよう。動き止めれば、でもハンドガンだいぶ撃ちやすくなるからね。ここまだ、これも使える。ホワイトセージ、ホワイトセージ、特異菌の力が、あ、減ってるわ。特異菌の力が今3つあって、これ3回的に使えるんだ。で、自動回復はしないのかな。注意していけ。やだ。これこっち右かな。じゃあ、いや、敵いっぱいいんな。どうする？1体は使っちゃうか。お、これダブルでいける？ちょ、待って。これこっちから来てんじゃない？来てるよね。いや、やーべえ、いっぱいいるわ。使う。これどけ。でハンドガン、一定以上のオートインデューサーへの干渉を行うと自律行動をするような活動的な個体であっても動きが極度に鈍くなる。一時遮断程度で、腰までには至らない。直接干渉していない個体にも特異の干渉により伝染するけども、範囲は限られている。あんちゃん。いや、待って、なんか扉閉めてきたんだけど、こいつ動き激しいな。ちょっと待って、やばい。いや、これ最悪のところに来たな。どけ。よしよしよし、通過した。うまく。
あれ変なごっついやつはもういなくなった。逃げろ逃げろ。でちょっと待って、ここでパーツ装着ローグマガジン、よっしゃ弾が増えた。いやいやいや、待って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 、これはもう危険水域に入ってる。扉からは出てこないね。もう一個使おう。え、あそこにあるな。いや待って、結構近づかないといけないから。よし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 、来てる。いや来てるわ。厄介すぎんだろ。で一つ目の鍵、うん、いないか。こっちだよね。あれ使おう、これ使っとこう。これ勝手には1個とかさ、勝手に自動回復しないのかな。なんか結構伸びてるけどね、こう枝っていうか、なんか光の玉みたいなのが待機してれば、なんか座ってればさなるとかなんないのかな。で鍵、あなんだこれ、コンペンセーター。コンペンセーターって威力が大幅にアップする。これ威力が大幅にアップするから、ロングマガジンとは違うから、もうこれくっつけちゃっていいや。おお、いいね。よし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 。これで、じゃあどこ行くの。これ3つ目だから場所が違うよね。3つ目紋章の鍵、あここ、1つ目紋章中庭か。あとまた奴らが出てこないかどうか。ここもなんか上も敵がいたかな。ちょっと左側見てアイテムないか確認しよう。あ、ちょっと確認しようというか、これで見るけどないんだよねアイテムが。じゃあちょっと一つ目の鍵を、一つ目って目ん玉のことね、手に入れたので、多分次はだからここに、中庭でここに行く感じだよね。ということで次回はじゃあ、こっちの探索をしていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。